お疲れいす。どうも、やるめと存じ上げます。今回の動画はこちら、うまい棒の海苔塩味を食べていこうかなと思います。ベイベー、うまい棒なんですけども、先月7月に41周年をお迎えしたそうで、それを記念してかどうかは分かんないんですけどもね、定番の味として5年ぶりにですよ、こちらの海苔塩味が新登場したわけで、ちょっと気になってね、買ってみました。うまい棒ね、改めてなんですけど、めっちゃうまい棒ですよね。ずっと食べてても飽きないというすごい商品だなと思うんですけども、僕が好きなんが、あの明太子味と照り焼きバーガー味と、あととんかつソース味がね、好きなんですよね。10円という価格設定で41年間ずっとこのうまい棒として活躍し続けて、子供からお年寄りまで絶対食べたことあると思うんですよ。あの食べてない人を探す方が逆に難しいみたいな、ね、それぐらい愛され続けてるこの駄菓子なんですけどもね、海苔塩味ということで、まあ、海苔塩味はポテトチップスの、海苔塩味でこと足りてるんちゃうんかと、ね、僕的に思うんですけども、さあうまい棒の海苔塩味は、一体うまい棒なのか、僕が代表して、食べてみようかなと思います。ベイベー、定番のうまい棒はあのコーンの素材がメインなんですけど、そのコーンの素材とジャガイモをミックスしてるんですよ、この海苔塩味は。でそういうとこもちょっと注目して食べていこうかなと思います。こう海苔塩がね、こうまぶさってる感じでいいっすね。いただきます。お、匂いすごい、磯の香り、ええやん、これすごい海苔の香りがええ感じですね。うん、ギャオキンさん、これやりましたね。めっちゃうまいっすね。このうまい棒のその独特な甘みに、その海苔の香り、最高に合ってますね。うん、うまいっす。これはうまい棒っすわね。うまい棒のこのキャラの名前はうまえもんだそうです。フライデーナイトからサタデーイブニングにお引っ越しした未来型ロボットにそっくりなんで、そう名付けられたみたいですよ。余談なんですが、うまえもんには17歳の似ても似つかない妹のうまみちゃんがいます。気になった方は調べてみては。ベイベー、これうまい棒ってあの中にさ、こう空洞があるでしょ。これなんで空洞があるかというのは、このうまい棒をそのいろんなお店とかにその納品するときに、あの砕けないようにその強度がね、この空洞を開けることによってなんか強くなるみたいなんですよ。だからあのね、真ん中にこのこういう空洞があるみたいですよね。ちょっと豆知識なんですけど、うん。でもこれ久しぶりにさ、あのうまい棒食べたんですよ。だからあのじゃがいもが入ってるかどうか、ちょっと普通のさうまい棒と食べ比べないと分からへんなと思いましたね。でもうん、まあじゃがいも感もまあするっちゃするかなみたいな、そんな感じっすね。はい、ということで、うまい棒のね、こちら海苔塩味食べてみました。ちょっとね、海苔が口とか歯とかにくっつく恐れがあるんで、あの家でこういった部屋でね、外で食べるよりも、ね、自分の部屋でね、食べるのがいいのかなと思います。はい、ということで、新しい味のうまい棒の海苔塩味食べてみました。うまかったっす。バイバイ。